駒を進めた2チーム、まあ、ギドラ3人ですけど、こちらラットリーピザビースト軍団、この5人に意気込みの方、決勝戦前にね、1人ずつ聞いていきたいと思います。ここから行く、はい、じゃあちょっとお願いします。あのピザビースト軍団の黒人です。あのダットリーってキャラ弱いんですけど、みんなあのキャラ差を埋めて人差でなんとかここまで上がってきました。最後はお前ら聞いとるか、おい、聞いてるよ、ちゃんと聞けよお前ら、聞いてるよ、聞いてる、ちゃんとあのそんなことない。ギドラを倒すべく我々立ち上がった5人の精鋭ダットリー使い頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いします。ピザビースト軍団のカエルです。今年黒人さんとダットリー5を組むことができて、すごい自分なりに頑張っててちょっとここまで来れたので緊張してるよ、当たり前だろうが、はい、まあ、今年他のチームの方々もギドラを倒すべく、K-1 方式の時とかもそういう意思でやってきての感じたので、やっぱりここでギドラを倒したいと思います。ピザビースト軍団のロリです。もうここまで来たんで、もうチームメイトを信じて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ピザビースト軍団のヨモダです。ちょっと予選等々結構不甲斐ない結果だったんですけど、まあ、最高の舞台を用意してもらったんで、ここでギドラ倒したいと思います。よろしくお願いします。あ、アイクです。正直、チュンリーのキャラの強さには納得いってません。頑張ります。じゃあ、はけていいよ。はい、それではですね、ギドラも、呼びたいと思います。こっちお願いします。じゃあね、決勝戦を前にお一人に名前と意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ MV から。こっち、キングギドラの、あ、はい、キングギドラの MOV です。インターネットとかでギドラまた勝つのサミーよみたいに叩かれてるのを見ると、自分が叩かれるより傷つくんですけど、でもなんかプレイヤーの人はギドラ張りたい張りたいっつってモテモテなんで、まあ、その責務を果たせたらいいなと思います。昨年9月に結婚しました力丸です。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。さあ、というわけでですね、まあ、気持ちよく3連覇をして、美味しいお酒を飲みたいと思いますんで、応援をぜひ、応援をね、おい、応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。キングギドラ抜きです。ありがとうございます。応援してくれる人少ないと思うんですけどね、まあ3連覇かかってて結構危ない試合も毎年あるんですけど、やっぱそのお互い信じ合える力で勝ててて、でやっぱで力丸結婚して、力丸にお祝いの気持ちもこれで、ああ黒人もしたんですけど、それはまあ明日でいいかなっていう感じで、力丸の優勝と結婚祝いをプレゼントしたいんで優勝します。よろしくお願いします。はい、それではありがとうございます。じゃあ 1P、2P の方もう決まってんのかな、じゃんけんはしてない。じゃあ今からお願いします。じゃあ、決勝戦ね、国抜きでじゃんけん。はい、あ、すいません、裏番組でですね、国抜き王国という出張版で僕ら一応ブースを抱えたのあっちの方でやってますんで、あっちの方でやってますんで、
よかったらですね、二窓して見ていただければと思います。明日もやりますんでね、今上の方にリンクが出てると思うんで、よろしくお願いいたします。出してくれてると思います。今ニコ生の人ができる人なんで多分。あ、見てませんね。すみません。よろしくお願いします。2P、 ギドラが 2P です。ギドラが 2P、 決勝戦はじゃあそれじゃあね、先方申告お願いします。じゃあ、実況の方はですね、前夜祭スペシャルゲストで月岡さん来てくれてるんでお願いしたいと思いますので、あ、お願いします。はい、それではプレクーペレーションカップ残すはいよいよこの決勝戦だけということになりました。勝ち上がったピザビースト軍団、黒人、アイク、ロリ、ヨモダ、カエル、そしてキングギドラ、 MOV、 抜き、力丸と、そういったメンツとなっております。さあ、先ほどのじゃんけんでね 2P を取ったキングギドラ、先方は MOV が座っております。それを見てピザビースト軍団、ヨモダを出していく。先方ヨモダ、そしてキングギドラ、先方は MOV です。それでは皆さん、プレクーペレーションカップ決勝戦始めようと思います。レディーファイト。ヨモダダトリ、そして MOV チュンリー、当然ダトリー、チュンリーといった組み合わせですとね、チュンリーに部があるというふうに一般的には言われております。ただですね、こういったもう職人の世界、そしてこの大会という大きな舞台、今度キャラさんと関係ないんじゃないでしょうか。むしろ大会にはね、非常にダトリー強い、このバカ強く見せております。投げていく。さあ、しかしこの体力差、1本目は相当ヨモダが有利に進めている。投げていく。 MOV チュンリー、では前入れたいパンチはヨモダ、投げていく。じわりじわりとその体力差跳ね返して、さあもう保育一発で死ぬ体力。こっからが遠い、こっからがキングギドラの首が熱い。カルジャンプショースティングロー。今ダッキングでね、潜って削ろうといったところに中足見事に刺さりました。1本目 MOV 追い込まれながら逆転です。追い込戦ダメージ落ちてなよ。フォークスクリュー打ち返す。ダートからフォーク落ちて、もう1回下からのターゲット、下からターゲット、もう1回ダッキング。2本ともヨモダ追い込みながら MOV が結果的に2本連取。この辺りがキングギドラのギドラたるゆえん。1本目強し。さあ、次方ピザビースト軍団誰を出していくか。ロリダットリーが次方です。あ、ロリのダトリーもね、相当キャリアは長く積んできた、その成果を発揮したい。この大事なクーペレーションカッププレー決勝、大パンチ、レバー前で中キック見せていくのはロリダトリー。さあ、中足と白系を交互に見せていくのは MOV。 これ入った 3-4 前ですね、レバー前で中キックがジェットアッパー、相当体力奪ってきました。向こう側、そうはさせない。 MOV が体を入れ替える。投げる、中足投げ、あー苦しい、前風呂から下の下ジャックパンチから攻撃戦でした。ロリアと力を取り直して2本目向かいます。空中ブロッキング、大キックギリギリでかわしている MOV。
スパイキック。レバー前で大パンチ。踏みつける。スパイキックもう一回見せる。ダート。一発刻め。足が下がって。強欲戦。さあしかしここから中二のゲージがない。叩き込みたい。ディープ。大キック。ああ次いけてない。ダート。ターゲット。ジャックジャック。いった。ダート入っている。あ効果入っている。投げて。ダートターゲット。ロリダットリーそのキャリアを見せつけます。台に持ち込んで3ラウンド目は静かな立ち上がり。ダートジャクジャク見せると、ハイキック見えたところに中足が詰まって泳ぐ戦エースでラッキングアッパーからスパキャンコーク。ジャクジャク慎重にヒット確認を重ねる。大パンチはエボーブイ。回れ中パンチ。いいエースの杉室。下ライキック。上から最高投げ。ロリダットリー MOV を前に前線しましたが、結果として MOV2 人抜き。さあピザビースト軍団中堅はベテランアイクダットリーが出てきます。先ほども、ね、申し上げましたけれども、一昨年の攻撃で大活躍を見せたアイクダットリー、その長年の経験をこのプレクーペレーションカップ決勝戦で爆発させたい。1ラウンド目中パンチ。まず先手を取ったのはアイクダットリー。大キックと発揮を見せていく両者。大パンチと相打ち。きちんと両者防御を取っている。下中キック。前ブロッカー大足。さあこれ美味しい。3、4、ラッキングストレット。ストレートジャッジャッカーフォーク。力を重ねてターゲット。 MOV に何もさせませんでした。これがダットリーの持ち味。キングしたところに発揮。そして砲翼戦いきなり先手を打っていった。ラッキングアッパー。これは思い切って大キックジェット。いいセット。さあジャンジャン。さあどうする。オプセム走った。そしてショート。勢いで押し切ったアイクダットリー2本連射です。キングギドラ1本目の首を失った。しかし残るチュンリー2枚はイキマルとそして大将を抜き、この2本の首も相当に強いですから、キングギドラという名前がついております。ヨモダ、ロリを失って中堅アイク、そして3人チームであるキングギドラも、こちらは中堅力丸です。さあアイク MOV を倒した勢いそのままに力丸に向かう。下大キックから打球がパー。ショースイングロー。また入った。いやこれは思い切って出していく。大キックでも前に大パンチ。この1本大きいですね。相打ち。さあ先ほどからねこの下台キックに引っかかっている力丸ですけれども、やはりね置き場所が非常にうまいんですね。このベテランアイクが絶妙な位置に置いてあるといった状況です。下中キック中足からの暴力戦。これは納得といったところでしょうか。そして100列。ただですね、放出させたとはいえ1本残った状態で3ラウンド目です。アイクのゲージも2本十分。大パンチ。さあまず守りを固める。大キック力丸。そして中足強欲。
体力残り3分の1厳しい。落ち着いて決めた力丸、中足からの方翼戦。さあそしてここで出てきますピザビースト軍団副将黒人ダットリー。さあ場内からも声がかかる人気者黒人ダットリー。シュンリーに対してその爆発力見せつけてほしい。さあ画面を前に何を思うか黒人ダットリー。中堅力丸対副将黒人です。大キック中足でお互いゲージを貯める。まず先手を取ったのは力丸、中足空中ブロッキング上から押し潰していこうという作戦ですけれども、それにうまく対応しているのが力丸チュンリーです。いやこれは厳しい。ノーキャンセルから保育戦につないでいる。投げ炸裂、黒人に何もさせなかった。2ラウンド目です。ブロッキングからあっと大キッカーの ES ジェットは使っている。押し潰した。しかし発見も痛い。しゃがみくらい距離を伺い、発見、またも、まあですね、投げが入っているところに下ショーキックからフォークを打ってきました。さあ、お互い距離を伺うが、このパターンですね。2本連取です。そしてピザビースト軍団大将はカエルダットリーです。最近メキメキとね力をつけてきていると、そういう評判を伺っています。ピザビースト軍団大将カエルダットリー、チームメイトからも熱い声援が飛びます。そして迎え撃つは3連覇のかかったキングギドラ。3人で3連覇というね、この誰も成し遂げたことのないその未知の記録に挑もうとしていますキングギドラ。そうはさせまいとピザビースト軍団立ちはだかりたい。さあカエルダットリー、そして力丸チュンリー、大事な対戦です。両者ゲージを貯める。中盤と大キック。さあコークが溜まったところでカエルが動き出す。スピニングバードでまず様子を伺うのは力丸、ブロッキング取って発見です。さあうろうろしてなんとかチュンリーの攻め口を誘うというか、カエルダットリー中足はガッチリガード、またもガード。さあ緊迫感のある試合運びとなっております。カエルダットリーと狙いすました。下ブローからの大キックだ。ダードからのフォーク、落ち攻め下台パンチ。さあ体力を一気に奪っていった。大キックは力丸チュンリー、大パンチ中足、画面端、これは確認している。左中間からのダッキングフォーク、2ラウンド目です。ゲージマックスは力丸チュンリー、そしてゲージ今やっと溜まりそうなのがカエルダットリーです。そういった面ではね、このラウンドをカエルダットリーやや不利ですけれども、もちろん倒しきるというそれがベストですが、防御戦を放出されて3ラウンド目に向かうというのも手です。さあどうする、下台キック、あーっとこれ間に合わない。さあわからない、いやー、ES スピニングバードのね、相打ちにできるタイミングがあるんですけども若干遅かったか。さあファイナルラウンドです。
リーチがかかっているのはキングギドラ。3連覇リーチです。何としても止めたいカエルダットリー。あーっとかティッシュルコダメージ詰める。いきまるチュンリー押し潰していってフットカクリン、ここまでつないでいく。イエスピニングバーブ押し返す、下ブロッキング、フォークまで打っていった。そしてもう一回イエスピニングバーブを投げる、投げていった。優勝は3連覇キングギドラ、おめでとうございます。15分ぐらい、さあ優勝キングギドラ決まりましたね。まあ、3回目の EXP だっていう。そうですね、まあ、1回目でカニ行ってたじゃないですか、あれ遅らせカニだと思うんですけど遅すぎて巻き込まれたんですよね。バラを投げちゃうと暴力が抜けられる可能性があったら、ちょっと距離も怪しかったんで、難しくて行ってフレーム管理をミスったのかなとは思うんですけど、でおそらく力丸的に